はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽田亮でございます。三島虎徹様、田中大吉かっこ芝様、昆布スコンブ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何もしとらんのに過労総理、また国民にお願いしてしまう。お願いばっかしてんのな。紛争長期化で原油や食料の価格高騰で生活の痛みが増すかもしれない。丁寧な説明で国民に協力を求めるというようなことをまた言っとりました。昨夜もネットの話です。トリガー条項も減税も為替相場も何もしてないくせに、やることやってからだよな。普通お願いはまず原発を再稼働しろ。だったらなぜトリガー条項を先送りした。これガソリン税の減税ですね。だったら控除しろ。なんで自助なんだ。欲しがりません。勝つまでは政治で解決しようとは一切思わんのか。何もしてないけどもう疲れた。真夏のエアコン代で大打撃というような意見ありました。私も昨夜ですね、これあれだっぺって、やることやってからだっぺ、ご協力お願いする前にガソリンの二重課税やめて消費税率下げて原発動かして電気料金下げろ、バカでこれが理解できないんだったら高市さんに交代しろ、つぶやいたところ皆様そう思ってたらしく、リツイート2067、いいね6281と。なあもせんで我慢をお願いするのは政治家の仕事じゃないんでは。一応現役議員の私としても言ってみますけれども、これこれを解決するためにこれこれしました。これが政治家の仕事ですよね。政治家であって政治家ですらないボンクラが総理とは、帝国の不幸ですね。なんも戦うちね、過労してるしね。こんなんでも、鳩山、菅直人、野田なんかよりは、マシですけど、政治家は、政治家の高橋さんに、はよ変わる。お願いばっかしてんじゃねえ。欲しがりません、勝つまでわかる。いうような感じですね。嫌いのバカ野郎、小泉進次郎、戦争中なのに、今こそカーボンニュートラル、とか言っちゃいまして、最近カーボンニュートラルって覚えて使いたくてしょうがねえのかな、思ってしまいますけれども、ネットの反応です。戦争中なのに二酸化炭素も減ったくれもあるかよ。戦争中に環境とか聞くと笑っちゃうよな。少なくとも今じゃないでしょう。こいつ言うだけで全てうさんくさい。バカは喋るな、黙ってろ。こんなのが大臣やってたとは、恐ろしい世界。また思いつきで喋ってる。こいつが関わるとろくなことがない。新しい言葉覚えたのか。厄介なやつ。なら原発が最適だね。マジで足引っ張るクズ。というような意見ですね。戦争中で過労総理が丁寧な説明で我慢をお願いしてる状況で、なんでカーボンニュートラルって。それ今言うことが、TPO 全くわきまえない単なるバカ野郎っていうか、思いつきで、自分の言いたいこと、最近覚えたんでしょうね、カーボンニュートラルっていう言葉をね。で、小学生みたいに使いたくしょうがねえ。私も全力で政策実現に共に汗をかきたいとかも言っちゃってるし、勤勉なバカが一番害悪なのは、鳩山幸雄で証明済みですね。クラウゼビッツの戦争論でも、勤勉な無能が一番有害って、説いてますしね。有能で怠惰が対象にしろと、有能で勤勉は参謀にしろと、有能で怠惰、違うわ、無能で怠惰なのを兵にしろと、で勤勉な無能は恩だせ、言ってますね、クラズビッツはね。進次郎の半分は鳩山幸雄でできています。なんかそんな感じするな。私の感想ですけども。
中京はソーラーパネル会社にですね、一族ごと買われてて、小泉純一郎は環境活動家。兄貴はテレビ CM、その会社の CM やってる、こいつもソーラー利権に邁進中と。まあ、ただただね、中国製のソーラーパネル売りたいだけなんでしょうね。まあ、その証拠にですね、二酸化炭素削減には原発ですね、とは絶対言わねえもんな。親父の純一郎は脱原発解いて回ってますもんね。ソーラーパネル売りたくてね。自民党内の再稼働議論でも、新次郎あたりが真っ先に反対するんでしょうね。目先の金のためにね。今のまま高い電気代に孫や子孫が苦しむんだぞ。まあ新次郎ぐらいのバカになりますと、何言っても理解しないかもしれないですけどもね。中強制パネルのポリシリコンはウイグル人が鎖でつながれて殴られながら作ってるんですよ。作ってるんですよ。これを目先の金のために売りたい。で、原発動かそうとすると大反対する。こいつら子孫のためにならねえなぁ、なんて、考えるわけでありまして、自民党安全保障調査会、安保調査会ですか、専守防衛の名称や解釈を見直すべきと、会合を開いてですね、記事の要約なんですけど、安保調査会で出た意見、小野寺逸典さんが会長だそうであります。攻撃受けて初めて武力行使じゃ遅い。現在の必要最低限の反撃は通用しない。発射基地だけでなく敵中枢も反撃対象にすべきと、などなどの意見が出たそうであります。ネットの話です。最初に飽和攻撃来るから、専守防衛じゃ無理。専守防衛って自国を戦場にするってことありえんわ。専守防衛イコール本土決戦だから、国内で国民を吹き飛ばしながら戦う意味を分かってない。専守防衛イコール犠牲が出てから反撃ってバカじゃないの。会見しろ。グレーゾーンで命を懸けて戦わせるな。核武装議論しろ。敵中枢も反撃対象には、安倍元総理もどっかで言ってましたね。自民党の右派の総意なんでしょうか。現代戦の傾向は二つに大別されるそうであります。支配区域に潜むテロリストなど反抗勢力と戦う半分警察任務を兼ねた戦闘行為、まあテロリスト取り締まりみたいなね、に入念に準備し、大規模攻撃の一撃で敵拠点の無力化を目指す正面戦闘と、この二つに大別されるそうであります。なので攻撃されてから反撃は遅い。一撃で無力化目指してドドッとくっから、無力化されてから反撃しましょうなんて論が通じない。ということで、専守防衛、今のドクトリンじゃダメだよなぁ、いうような感じで見直しですね。敵の攻撃の兆候を見逃さず、やられる前に防衛側も一撃でそのミサイル発射基地であるとか敵の中枢を無力化するを目指すのが、まあ今の戦争の形態です。つまりやられるまで悠長に待つ専守防衛が通用しなくなってる。その戦争のやり方が変化して、昭和の頃ならよかったんでしょうけどね。自民安保部会で議論されてるのはこれですね。攻撃受けて初めて武力行使じゃ遅い。これ一撃、最初の一撃で飽和攻撃、全弾撃ち尽くすぐらいの勢いでやっていくんだから、受けて無力化される恐れがある。現在の必要最低限の反撃は現代では通用しない。中枢への攻撃も一撃無力化のため必要と、反撃もそれを目指す。入念に準備して反撃することも一撃無力化を目指しますから、当然敵中枢も攻撃しないといけないですね。意見をまとめて総理に提言するそうですけど、総理じゃな
基本的に何もしたくないやつですしね、過労だしね。それともね、あの自民党の過半数が見直さなくちゃダメですよ言ったら、あの流れるがままに、流されるままに、そうなっていく可能性もありますね。そうなんだっつって、皆さんに従います。攻撃されそうになって、あの先に攻撃したことをですね、違憲だって、あの後から騒ぐ連中はスパイなんで、あの野放しせずに確保する必要ありますね。そのためにあのスパイ防止法ね、全くの違憲行為であろうがなんだろうが、有権者の過半数が仕方ねえよね、納得すれば通っちゃうんですよね。これが民主主義。会見しようがしまいが、先にあの攻撃しても防衛のため必要だった、これやんなかったらこれこれこういう被害が出てっつって、有権者の半数がなるほど、自衛できたな思えばどうでもいい球場なんかは、それが民主主義であります。まあ、NHK スクランブルも同様ですね。有権者の過半数が賛成すればそうなりますんで、なんぼ総務省が泣いてもわめいても、そうなりますんでね。九条破棄スパイ防止法、 NHK スクランブルは参院選で、頑張って訴えます。なんか7月初めになる気配みたいなんですけどね。ザハロワロシア公式報道官、日本はアジアで最も憎むべき敵となったなーんて言っちゃったそうであります。ネットの話、アジアで一番まともってことですね。聞いてるんですね。世界一の嫌われ者がよう言うわ。また恫喝してるのか、芸のない、好きなだけ憎め、負け犬が、敵じゃないと思ったことがない、もともと敵同士だろうがボケが、北方領土は返さない、国連で邪魔ばっかりしているバカロシアに言われても、カジバ泥棒が正義面すんな、雑魚ってバレちゃったのにまだ強がり言ってて可愛い、弱い犬ほどってやつキャンキャンうるせえ、数十人も北方領土奪っといて今さら何言ってんの、国交断絶して大使館引き上げですか、そうですか、まあ敵だからね。世界秩序を守るためロシアをあのボコボコにしないといけない G7 はアジアには日本しかねえから、アジアで日本しか世界秩序を守ろうなんて意思のある国ねえから、まあ必然的にアジアで最も憎むべき敵になっちゃいますよね。アジアの弱小国が制裁したところで大した効かねえし、基軸通貨、アジアで基軸通貨持ってんの、円は基軸通貨ですかね、日本だけだしね。まあアジアで最も憎むべき敵っていうか、他の国は眼中にない、国力が小さいし、まあ中国は味方だし、まあ世界秩序なんて念頭にないから、アジアで日本以外はね、G7 の一員でもねえし、責任も何にもねえから、まあ、対岸の火事ですよね。ロシアの敵になる資格がないっていうんですか。ここら辺はね、いち早く天下布武を打ち出した織田とですね、せいぜい周辺を切り取って、領土拡大できればなぁ、としか考えてなかった武田、上杉、北条の違いですね。織田は天下取るぞって最初から目指してたから、中枢である京都にいち早く乗り込んで、足利義昭だっけかな、九月の将軍復活させてやったんですけども、つうか G7 で白人国家でないのが日本だけですね、よく考えてみたらね。戦前、戦艦長門は世界七大戦艦としてですね、セブンシスターズって呼ばれてました。正直ね、アジアに日本がなければ、先進国の扱いはアフリカと変わんなかったと思う。アジアなんか日本が投げればアフリカと一緒だよって言われてたと思われますね。まあ長年領土を泥棒してる国ですね、最も憎むべき敵とか言われても今更じゃないですか、敵なんだからさ。あとソ連はサンフランシスコ条約に参加してねえから、いまだにね、厳密な意味で言うと、日本とソ連、ロシアの
戦争は終わってないんだな実は。これは竹島の住んでる韓国と同じです。北方領土盗んでるロシアと竹島盗んでる韓国は同じです。敵です。連中は敵国で普通の外交してるのがおかしいんだよな。何やってんだよ昭和の自民党のおっさんどもはよー、感じでありますけどね。つうか今までね、日本を敵視してなかったのが、最も憎むべき敵である。今更言わにくしゃんねえほど日本はどうでもいいって思ってたのが、領土を盗んでるくせにどこまでも舐め腐ってね。つうか日本の力見誤ってんじゃないですかね。現実見えてないんじゃないですかね。人口は日本 1.24 億人、ロシア 1.44 億人、GDP 日本672兆円、ロシア214兆円、東京都のみで202兆円あります。人口大した変わらずですね。経済規模は日本の3分の1以下で、東京都どっこいと、東京ぐらいの経済力しかない。領土が広いばっかの貧乏北朝鮮だろうが、でっかい北朝鮮だろうが、今やね、舐め腐ってね、まあ痛くもかゆくもないからせいぜい憎めって感じですね。こんな弱小国家に、憎まれて、敵だって呼ばれても痛くもなんともねえから、我が帝国は、せいぜい憎めと。まあ敵に憎まれることこそ誉れじゃないのかな。それこそが名誉なことじゃないのかな。敵に舐められどうでもいいって思われて、そんなのね、ダメなんじゃ。最もアジアで最も憎むべき敵って言われたのは、アジアで脅威は日本だけって言われたのと一緒なんで、むしろ誉れなのではないかと思っております。東京支部長募集しております。日本改革党、よろしくご応募ください。デトックスジャパン。